じゃあちょっと始めます。じゃあ一回はい、画お面願い共し有止まめますす。ね。はい。はい、こんにちは。皆こんにちさん、おは。待たせしました。茶業会議所でーす。そして静岡茶屋の皆さんでーす。のぼりが見えた。どうもどうはい、のぼり見えまますした。か？この登りが目印でーす。では今日はよろしくお願いします。静岡茶がもっと面白くなる対談シリーズ、第2弾ということで、静岡茶屋がお送りさせていただきます。このオンラインの対談シリーズはお茶農家さん、茶商さん、お茶に関わるいろいろな業種の方、たくさんの方のお茶にかける思いですとか、お茶愛、そこからこう考えていく未来など、なかなか聞けないお茶話をライブで生配信していきます。出演者は先ほど見ていただいた静岡茶屋の皆様です。静岡茶屋っていうのは、静岡の美味しいお茶が飲めて、お茶の、静岡のお茶のことを何でも教えてくれる、さらにですね、皆さん今日の気分ですとか自分の好み、例えば誰かに送りたい、その方を思いながらどんなお茶を送ったら喜ぶかなとか、その時々で、違うと思います。そんなこうちょっとこうフランクにですね、訪れていただける、さらにこう寄り添って相談に乗っていただける、お店によってはさらに有料で飲み比べメニューがあったりと、そんなニーズに応えてくれるお店、それを、会議所、あとは茶業団体がですね認定させていただいているのが静岡茶屋です。今では生産者さん、茶商さん、お茶屋さん、日本茶カフェですとかレストラン、宿泊施設にも広がり、今月で、90店が認定されました。ついに90の大台、100店舗を今目指しております。おー、すごい。はい、すごい。もう本当にありがたいです。今4年目です。はい。で、そんな中からですね、今日は南品川茶箱岡部さん、かちゃ料理武藤太郎さん、お二人をお呼びさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、ご紹介させていただきますのが茶箱、岡部さん。岡部さんは、第1回にも出演していただいたんですけども、まあ、現代に、における旧東海道のお茶屋がコンセプトの南品川の茶箱というお店、お茶をですねほっこり楽しめるカフェを運営しながら、数々の日本茶茶道に関わるクリエイティブアートプロデューサー、掛川茶のプロデュースや古民家再生なども手掛けております。ちょっとまたもりもりでご紹介させていただいてます。かちゃ料理武藤さん、こちらはですね、料理人です。武藤さんはですね、ご家族で、掛川の方で経営されていて、武藤さんご本人はですね、異業種からお父様のお仕事を継いで、今は料理人でありながら、こういろんなお茶を使った多方面に、お茶と料理でお客様をおもてなししたりですとか、さらにどうやってこう掛川のお茶を盛り上げていこうですとか、掛川だけではなくていろんなこう広くですね捉えて、活動をされている方です。今日のお二人ですね、さらに武藤さん、今日ちょっとバックが皆さん見えると思うんですが、はい、キッチンから厨房から、はい、キッチンいいおしゃれ厨房から中継いただいてます。はい、前掛けしてます。今日はお二人にお茶飲むのはもちろんですね、お二人すごくこうあったかいお茶ですとか冷たいお茶とかいろんなこう丁寧に入れたお茶、さらにお茶の良いところを引き出すのもすごく得意ですので、丁寧にお茶は入れていただい普段も入れていただいてるんですが、さらにですねお二人ならではの例えば食べるお茶ですとかお酒と合わせたお茶ですとか、まあ、生産者茶商さんにとってはいやいやいやそんなことお茶したらダメだよっていうのかもしれないですけど、そこをちょっと一歩飛び越えていただいてですね、ちゃんとしたお茶っていうのはベストだっていうことを踏まえた上で、さらにその一歩先の、面白いお茶を使ったですねいろいろな表現を、語っていただけたらと思っております。それではまずお茶の乾杯の温度を
武藤さんにお願いしたいと思います、はい、ちょっとその前にあのお茶つ入れるんでちょっとあそうそこからあすいませんでした、はい、すいませんでしたいきなり邪道ですいきなり邪道ですこれ知ってますかね、柳影ってこれ僕手書きで書いてるんで、はい、本来はこれ、はい、あの本直しとかいうみりんと焼酎を割ったものです、はい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 、一般的には1対1ですうちはね5対2でっどっちが5ですかうちはね焼酎が5でみりんが2なんでちょっと甘さ控えめなパターンですね。これを お茶割りにするわけですけど、はい、これね味がうんと甘みが強いのであえて抹茶をちょっとうちこんな状態で常備してるんですけどそれは抹茶をもうこう溶かしてあそうそうそ う, そう、ね、抹茶っていうか濃いめ深蒸し粉末茶ですね、うん、これはね、うん、抹茶じゃなくて抹茶じゃない感じこれ、まあ、お好みで適当で適当です本当緩い感じで適当に入れてですねでこの、まあ、お店でお客さんに出すときはちゃんとあの指定した量があるんでその通りにはないと僕怒るんですけど今日は適当です、はい、でもう喋り出す前から容器満々ですけどね、マドラーがいいんだけどマドラーないんでちょっと菜箸で失礼してちょっとこちゃこちゃ厨房何でもありますね何でもありますから菜箸でも何でも包丁でも出てきますよそれはやめてくださいこれね炭酸ですあのさっきのシューって作ったやつですねこれをこうやって入れるわけですよ、へーでサポニンのせいでこれだけあのお茶のサポニンのパワーでこんだけ泡立つんですね。うんもうほとんどビールみたいな見た目です、ね。はいはいはい。はい、ちょっと今失敗した話で過ぎましたけど、はい、いきなり邪道です。いやでも面白いです。泡出ますよね。あのめっちゃ泡立ちます、ね。はい、はい、というわけでご用意ができました。このお茶です。お待たせいたしました。私はもう、はい、じゃっかりもうザ湯飲みで言ってますけど、でもそれさっき武藤さんに怒られたんで、ちょっとおしゃれにしています。はい、あ、おしゃれな。素敵な女性がもうよりおしゃれが増します、ね。もうそういうの大丈夫です。あ、いらない、怒られました。そういうところで、じゃあ、行きますか。はい、はい、お願いします。お願いします。緑茶で乾杯。乾杯。いや最初からいいレシピを伝授いただいちゃって、うん、いやいやあいいぜひ試してみたいですね、うん、さらっとできたのこれ、うん、いい感じですよこれ進むとあの酔っ払いますんでねああねちょうどちょっとほのかに甘そうでなんかごくごくいけちゃいそうなそうそうそうごくごくいけちゃう、うん、女子にも受けるやつですねこれはいただきましょう、はい、ぜひぜひ流行らせてください流行りましょうかそれはお店でも出してるメニューだったことですか？出してますし、あとはあの食前酒の代わりによく使ってますね。あ、いいですね、はい。ちょっと甘みがあった方が、あの、うん、普通料亭行くと梅酒なんかが食前酒出ますよね。あんな感じで甘みがちょっとあって、渋みも軽やかにあって、香りが良くて、そんな感じで使ってます。はい、ね、今日の、ね、トピックの一つはね、このお茶でとお酒の可能性みたいなところもね、この後。存分に話していけたらと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、で今あの乾杯をしていただいたんですけどお茶で乾杯これあの、うん、なんで今日前回はね、うん、普通に飲みながらわーって言って喋ってたんですけど、はい、なんで乾杯を今日させていただいたかというと見てるご覧いただいてる方も一緒に乾杯していただいた方いたらすごい嬉しいんですけど、うん、なんで今日したかというところ、はい、まず武藤さんからいいですか？これから？あ急に話しておりました。どっから話します？うちの名前の成り立ちから言っちゃいます？じゃあ、いやまあ、はい、うん。じゃあ武藤さんのなんでカチャ料理？おおそこ行きます。そこから行きます。うん、はい。ましょう。これね、そこからの全部でお願いします。はい、あの掛川の掛けの字に茶で普通に読んだら掛け茶ですよね。うん。うんうん、これもともとお茶関係ないんですよ。あのネーミングは父がつけてるんですけどね。精進料理に普茶料理っていうのがある。知ってます？普通の風に茶料理ってこう大皿でドーンって持って取り分けて食べるっていう。本膳料理もよりも前の、あの、まあ、意味としてはあまねく人に茶を施す上下のこう分け隔てなくみんなざっくばらんに料理を楽しみましょうっていう意味で風茶という字が当てられてるんですね、うん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 、で父がねこのコンセプトが好きなんですよ
料亭前とせずに懐石料理なんだけどみんなで楽しめる。でそれを地物を使って提供するので掛川の掛けの字をもらって掛川ふちゃ料理掛け茶かちゃとふちゃの音の響きに組み合わせたわけですよ。でも父もこれは酔っ払いながらこれはいいぞとかちゃ料理だというのでもうかれこれ20年近くやってるんですかね。で私が帰ってきたのが6年前で、その前からもう帰ってくる準備をしてたんですけど、あのしばらく仕事をしてたらどうもお茶料理をやってるお店ですかっていう問い合わせが多いということに僕気づいたんですね。そう思っちゃいますよね。思っちゃいますよね。どう考えたって掛川茶料理の略に見えますから、うん、で親父これまずいぞと茶料理って言われてんだったらもうそれに合わせてだ。でもともとレシピのレパートリーがないわけじゃなかったので、じゃこれを深めてどんどん広げていこうか、じゃ茶料理やろうかっていうので始めて、いろいろお茶料理を作り始めたんですが、いろんな文献調べました。江戸時代のから明治時代昭和全部あんまり主役になんないんですね、お茶の料理ってね。お茶が、うんうん、でいろいろ悩んでる時に待てよ、飲み茶がおろそかだと。料理屋っていうのは大体特に和食の店っていうのはお茶が無料で出てきて当たり前で、無料で出すお茶となるとコストかけられないので、うんうん、でわりかし1種類だけだし、はい、でちょっと安いお店になったらもうあんまり高いお茶買えないから経費でしかないんで、ね、安いお茶になって、うん、ここ買いにはいかんだろうっていうところで、うん、いざかちゃ料理の世界へということで、飲み茶をどう見せてったらお客様にお茶というものを喜んでもらえるか、価値を感じていただけるかとか、お茶、当然お茶の料理の方も開発はどん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 進めてますしっていうところで始まって、メニューなんか作ってやってたところ、これを市内県内なんなら全国に広まっていく、そう、要はあのお茶を有料で出す料理屋が増えれば増えるほど、うん、茶文化ってもっと広く深くなっていくだろうというところで、活動自体は有志の仲間で始めたんですよ。ところが1店舗ずつ説明するの大変なんですね。でとあるメンバーがこれなんか一本旗頭になるもの、こうなんていうの、看板になるものがあるとやりやすいよねっていうところで、たまたま京都の日本酒乾杯条例というのを聞きつけて、これはお茶でやったらいいだろうっていうので思いついて、たまたま市長とスーパーでばったりすれ違ったんで、市長どうすかねこれっつって言ったら、面白いなバカ野郎って言うから、じゃあ提言しましょうかみたいな、そんな流れで何のかんのと 2,3 年がかりで条例化したわけですね。緑茶で乾杯条例ということですよね。そうです、はい。なるほど。まさか市長とスーパーで会ってそこで偶然ね、おそすって言ったら、お前誰だって言われて。こっち側は知ってるんですよね。そうだね。こっち側は知ってるんだけど、向こう知らないですよね。何回かその前から会ってはいるんですけど、ああ、そうだったんですね。していただいてなくて、はい。商工会議所活動で時々お会いはしてたので、はいはい。はい、まあ、僕の一人の力でやったわけじゃないんですけど。うんうんうん、はい、でその乾杯条例が今始まって、はい、2年ぐらいですか、1年ぐらい1年2年経ちましたかね。なるほど、平成30年に提言して31年の4月からん違う30年の4月からあれ大事なこと忘れてる俺去年だな、去年か1年ですね、まあ、だから、そう、はい、そのお茶でお金を取るっていうのは、まあ、まあ最初あったかいお茶とかよりもお酒の方が、はい、まあ、やりやすいって思ったんですかね。ね、うちは、うん、うちの店ではですよ、初めはもうあったかいお茶で始めました。はいはいはい、はい、スーパーです。これってわりかしハードル高いと思うんですよ。わかります。特に昔からあの和食の店やってるところとか、うん、ちょっと難しいなと思ったのが、そういう、はい、一つと、あくまでも僕らの商工会議所の青年部に協力を仰いで、まあ、僕もメンバーですけどね、一緒にやったので、はい、まあ青年部が集まったら飲みますから。なるほど。飲んでるところにみんなこうこれですよ、この色ですね、何でもいいんです。居酒屋ガラッと開けて入った瞬間に見えたテーブルのところ、そこかしこで緑のグラスが見えた、ちょっと気持ち悪いと思うんですね。ちょっとなんだこれってですね。こいつは頭おかしいだろうと。ストイックですね、なんか。
100分の100じゃなくてもいいけど、うん、ビールじゃなくて緑色の液体があちこちに見えるっていう状況ができたら、うん、一つあのお茶を飲む楽しむ文化の底がこうなんか、そこって言っちゃいけないな、幅が広がるというか、うん、裾野が広がっていくとか、そんなイメージですね。だからあの飲む人って一杯で済まないですよね。そうですね。ね、ビール飲んで、焼酎飲んで、日本酒飲んで、ハイボール飲んでってしますよね。でそのうちの1杯でもいいから、誰みんな1杯ぐらいはお茶絡みのものを飲んでもらえれば、消費量も上がるし、おかしな文化になるし、ね、いずれはどっかで聞きつけた、うん、あの大手のネットワークさんが、なんとか賞みたいなね、いいね、秘密のなんとか賞みたいなので、取材に来てくれると、おかげがおかしいぞ、こいつらと。ねえねえねえ。うん、いうふうになったらいいなという思いがあって、まあ、広げるためにはこっちの方がイージーかなと。それがこれですね、この絵につながってるわけですね。それそれです、みんなでこうグリーンで乾杯、はい、これはね、条例運動を始める前の試飲会の時の写真なんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。左奥違うな、右手前が多分弟の手ですね。で、右奥が僕の手ですよ。右奥の手持ってるのこうやってやってるの僕ですから、これ、うん、はい、こっちの、あの、まくってる、腕まくってる。あ、それ。あ、これ面白いから取っとけって言ったら、これがずっと使ってもらってるというね。なるほどですね。はい、で、その時のドリンクがこれです。あ、まさに、あ、そうなんですか。はい、単なる緑茶割りだと思ったんですけど、違うんです、ね、これなんですよ。あ、こんなおしゃれなドリンクだったんですね、これ。はい、映えるんです、色が。なるほどですね。はい。それ、なんか注意書き入れたいですね。そうですね、ちょっと、あの、本当にこの写真だけだと、本当にお茶、うん、お茶、そのソフトドリンクを、うん、せっかくだからお茶でっていうので乾杯なのかと思ってたら、そんなおしゃれな。そうなんです。これ、本当に観光としての可能性めちゃめちゃあると思います。その、はい、やっぱり掛川に来た、ね、来た人が、居酒屋入ったら、うん、これあったら絶対飲むと思いますよ。そうなんですよ。そういう風な絵を想像してるんですよ。うん、いや、行ってくればよかったな。行くでしょ、うん。この条例提言の前、このプロジェクト立ち上げた一番最初の時に、将来こんなイメージになったらいいなっていう、うん、文章で小説みたいに書いたワンシーンがあったんですけど、それ、はいはい、どっかしまい込んだまんまだな。そうそう、今度読ませてください。はい、もうぜひぜひ。はい、はい、で、さらに僕もその茶箱っていう店でお茶とビールを掛け合わせたりとか、まあ、いろいろお茶の、あのお酒を、あのリキュールとかにお茶をつけたりしてるんですけど、はい、ね、飲まれる方皆さん言うんですけど、あ、その罪悪感が減るとか、飲みつくなるとか、で逆にちょっと飲みすぎて酔っ払っちゃうみたいな、僕なんか甘いお酒とかそういう系の持ってる魔力みたいなものが、はいはい、このお茶のアルコールにあるなぁと思っていて、しかもね、健康にもなるし、なんかそうそうそう、このドリンクの可能性って実は結構あるんじゃないかな、あると思いますね。僕ね、一つ気づいたんですけどね、はいはい、あの焼酎と緑茶のお茶割り、はい、まあ、東京だと お茶ハイボールとかって言ってますけど、あれね、結構みんな濃く作ろうとするんですけど、あ、お茶濃いめ多めで焼酎少なめで飲み応えすごいあるんですね、うん、だからお茶の味のパワーでもってアルコール度数低くても結構飲めちゃうみたいなね、ありますよね、そういうのね。あと焼酎が何焼酎かっていうのも結構、はいはい、そのものによって、はい、で僕はいろいろ試した結果、米焼酎が一番柔らかくて、うんうんうん、お茶とマッチしたっていうのがね、はい、なので、まあ、だから普通の焼酎だと結構強いから、はい、逆にお茶強くした方が多分絶対相性いいと、そうですね、おっしゃる通りだと思います、ね、あの僕いろいろと今試しでやってるんですけど、はいはいはい、麦とお茶を合わせたりとか、はい、芋と合わせたりするんですね、はいはいはい、で不思議なのが、例えば A というお茶があって、はい、米とは相性がいいんだけど麦の香ばしいタイプといまいち相性が悪いとか、あ、はい、逆があったりとか、はいはいはい、今までやったのだとちょっと皮下の強い香ばしい系の緑茶と、うん、あと香ばしいタイプ の、うん、あの麦焼酎、はいはい、うちで言うとなかなかとかそういうちょっと香ばしい系の、はいはい、これ合わせるとね、相乗効果、あ、美味しい。その僕だからビールは玄米茶と合わせるんです、はい、あ、いいですね。だからそれ、いい、玄米の香ばしさとビールの香ばしさ、うん、麦の香ばしさが相性がいいと思うんで、うん、
なるほど。だからさらにそういう皮下が強い、そのいわゆるちょっと何でしょうね、ちょっとあの黄色みがかったお茶とかと、はい、あのビールとか結構相性いいかもしれないですね。そうなんです、香ばしい系で、はい、なるほどですね。結構面白いですよ。なんか一個レシピくださいよ。いいっすよ、いくらでもありますよ。なんかあります。全然なんかな、うちでよく使ってるのは、島田のヒカの強い、もうそれこそ黄色っぽいお茶が3から5ぐらいで、焼酎1 で、はい、で、焼酎は麦だとなかなかっていう、九州のね、香ばしいタイプ使ったりしますし、あとはね、ちょっと名前はうち、お茶の名前はうちのオリジナルだけど、金城さん、近所の掛川が割と生茶葉のような香りを大事にしてるっていう、あんまりなんていうかな、茶畑の中に立ってるような香りがするんです。なんで、それに、ちょっとマニアックですけど、これ宮崎だったかな、カッパ九千棒っていう、あのフルーティーな軽やかなタイプの焼酎があるんですね、これ麦だけど。で、これ単体だと、蔵元の方に申し訳ないですけど、あんまりお湯割りとか、まあ普通だねって言われるんですけど、ね、はい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 、これがその金城さんのフルーティーなタイプのやつと合わせるとフルーティーかけるフルーティーでめっちゃ華やかな、やっぱりワインもそうでしょうけど、はい、まあ、同じ方向性の、ね、ものとが合うんですね、はい、そうですね。あと今その生葉っていう話出たじゃないですか、はい、生葉の可能性ってめちゃめちゃある、個人的にあると思ってるんですね、はいはい、でちょっとお酒の話また後で戻れたら戻るんですけど、はい、一つ僕が今チャレンジしようとしているのが、うんうん、そのお茶ってその日本ではまあ茶葉でその売れるんですけど、うんうんうん、その特にアメリカとか行くとその深蒸し茶とか飲んでもらうと苦いとか言われて、うん、全然その何ていうかと、もう全然入れないというか、うんうん、でも一方で抹茶はいけるし、あとはお茶のプロダクト、例えばお菓子とか、うん、あとオイルとか、うん、茶飲みオイルとか、うん、そういうものって結構海外で受けていて、うん、で一つ試してみたいのが今フレーバーオリーブオイルっていうのが流行ってて、はいはいはい、オリーブと一緒に生 の, そのレモンとかそういうのを一緒に絞ると、うん、あのレモンの香りがついたオリーブオイルとかできて、でそれのお茶バージョン、だからお茶の生葉と、うん、まあ、オリーブだったりあと他のオイルのものと一緒に絞ってお茶の香りをつけるみたいなことをチャレンジするとか、で生葉って結構なんかいろいろ料理とかにも使えるんじゃないかなというのがあって、おっしゃる、どうですかね。さすがあるんですよ。あります、うん、まあ、お茶の天ぷらはね、まあまあまあ、みんなやってるんですけど、そうですね、そうですね、ちょっとしばらくもう手に入んないんで、来年の春まで、はい、勝手にカチャーンってうちの屋号の名前がついて見えるかな、はい、なんて書いてあります、もう一回手にこれ、え、ピント合ってる、合ってない、合ってない、読んでください、読んでいただいて大丈夫です。カチャーンってカチャーン、うん、勝手に僕が適当に名前つけただけなんで大した意味はないですよ、はい、これね、お茶の生茶葉をもうこれしか残ってないんでみすぼらしくして申し訳ないですけど、これね、はい、生茶葉をペーストにして味をつけてるんですね、うん、これがまたね、割とお客様から人気があって、今年の春取ったやつもほとんど常連さんにはくれくれ言うからあのパックして譲っちゃったんですけど、料理人さんから見て、はい、その仕上げられたお茶っ葉、いわゆる乾燥したお茶っ葉と生葉だとやっぱり生葉の方が使いやすかったりします、ものによりですね、うんうん、それこそなんて言うんだろう、例えば、椎茸は生の椎茸もあるし、はいはい、乾燥の椎茸もあるじゃないですか、うん、で乾燥の椎茸とか昆布とかわかめとかって乾物は乾物で水とかお湯で戻してから食材として使うっていうのが、まあ、乾燥の茶葉ですね、はいはい、で生茶葉は生の椎茸とか生のミントとか、はい、そういうのと同じ感覚なので、なるほどですね、はい、これはね、生は生なりの可能性ってまだまだたくさんあると思うんですよ。でもね、生葉って全然市場に出回ってないし、どうやって買えばいいんだっていう人が多いと思うんですけど、言われますね、はい、なんかこれって実は生葉だけで生葉ビジネスとか、なんかそういう、それこそお茶の料理、うん、料理人の方とかとなんか開発するとか、先ほどの
もっとか、なんかもっとプロダクト開発とかに使うとか、はい、そうですね、はい、一体だって加工しなくていい値段でもし売れたら農家さんにとっても結構喜ばしい可能性もありますよ。もともと僕がこの案を考え出したきっかけっていうのも、はい、あの農家さんの場合と1キロ積んだら何グラムになるって世界で商売されてますよね、うん、はいはいはい、1キロ積んだら1キロで売れる、うんうん、でかつ付加価値があればかなり あの高単価商品にならないかなと、なるほど、いうのがきっかけで生茶葉なんとかしてみたいなと思ってやり始めたものなので、ああ、はい、でも料理人目線というよりは物売り目線で考えてますね。さすが、ね、はい、元営業マンの違う。でもね、ただね、生葉っていうのはね、あの、はい、すぐに冷凍とか何かしないと酸化がとしちゃってね、はい、多分変化があるんでしょうから、うん、まあ、そこら辺のそのラインというかビジネス目線で。そうなんですよ、ね、でもね、ちゃんと冷蔵、はい、冷凍庫みたいなものをある程度用意できれば、うんうん、そういうビジネスが可能になる可能性ありますもんね。そうですね、ちょっともうこれから試作ですよ、はいはい、生茶葉そのものの未加工のものだったりとか、こうやってペースト状に加工したものであったりとか、いろいろとやれることあるんじゃないかなとは思いますね。その、はい、武藤さんで他になんかその料理の話で、はい、お茶を使ってこういうものは常になんというか出してるよというか、お茶の料理としてどういう、うん、ものがあったりしますか。まあ、和え物に使ったりとか見ます、はい、あのメインじゃないですけど、ちょっと一部ね、はい、あのストック、たまたま今ストックがある、厨房すぐ出てくる、開けちゃ出てくる、これはね、はい、お茶のドレッシング、あ、茶ドレッシングって、へー、これベースはあのフレンチのやり方のいわゆるドレッシングをちょっとアレンジしたものですね。はい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 。次々出てきますね。まだまだ準備してるのは大丈夫ですか？秘蔵っ子じゃないんですかみんな？あ、大丈夫大丈夫、あの真似してできるものはどんどんやってもらった方がいいです。お茶の佃煮じゃなくて、はい、これ味噌で作ってます。へえ。味噌。吹き味噌ってわかります？吹き味噌。うんうん。わかんないです。そう。森谷さん、はい、いいですいいですいいです。吹きをね、ごま油で炒めて味噌であえてね、あの、はい、渋いけど吹きの香りと甘みを楽しみながら味噌で中にちょこっとつけたり、はい、酒のあてにピッとなんかするのと同じ要領で、これ出がらしで作ってるんですよ。はい、でこれ単体で食べるとうわって渋けどしょっぱいし旨味はあるけどわってなるんだけど、これご飯に合わせるとめっちゃうまいですね。っていうのをこれはね常時ストックしてます。もう出るたびに作ってます。静岡茶屋さん絶対毎日かなり出がらし出てるので、本当こういうのはありがたいと思いますよ。うん、何ですか、はい、これ。これはねお茶の出がらしを塩もみして漬け込んでおいたものを乾燥させて行って粉末にしたもの。ほうほう、二人ほうってなっちゃった。あの塩ですよ、茶塩ですよ。ああ茶塩、うん。それを出がらしでやっている。出がらしでやってる。で抹茶でやってもいいんですけど、うん、あのただただ合わせただけだと塩とお茶が分離しちゃうんですね。なので塩もみしていわゆる塩漬け茶葉を作っといてこうやってやってるので、へ、まあいいんですよ、抹茶でやっても何でも。新品の茶葉でやっても、ただ出がらしもったいないじゃないですか。はい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 。でこうやって最初にちょっとね、あのちょいちょい洗いのが混ざっちゃうんで、ここがなたまに傷ですけど、これふるいにかければ細かいのが使えるんで。これ出がらしレシピだけでもう1時間いけちゃいますね。いけますか、そんなに料理教室で。なんですかこれは。さっきの味噌じゃないですか。あ、さっきの味噌。これはね、僕いまいちまだこれ試作中。桜エビ？桜エビじゃないんですよ。桜エビとお茶葉はね、この間食べてもらいましたけど、あれ美味しいですよね。これはね、ね、ちょっと、ね、何冷蔵庫から出しとかっていうのこれ、これ、ね、魚の皮なんですよ。それ、鮭の皮、あれ桜エビかと思った。ほら、ビローンってした鮭の皮。わかります。鮭の皮の部分を、はい、カリッカリに焼いて、切って、
で当たり味付けて、で、うんうん、茶葉と合わせて、それも出がらしの。そうです。この掛川っていうともう本当に深蒸し茶じゃないですか。はい、はい、なんか使われてるのもやっぱ深蒸しが多いとかそういう感じですかね。多いのは多いです。やっぱりどうしても量的には深蒸しが中心にはなっちゃいますね。深蒸しだとなんかこういう料理する時の深蒸しの特徴というか、なんか気をつけなきゃいけないこととか、なんかおすすめポイントとかってあったりします？ね、生茶葉とか浅蒸しに比べると細かく砕かれてるので、うんうん、油断すると味が出すぎるんですよ。ああ、なるほど。濃く出る、はいはいはい、いいことでもあるんですけど、出すぎちゃうと他の食材とのバランスでうんってなる時もやっぱありますね。でさっきみたいなこっちの、魚の皮との合い物なんかは半分以上は浅蒸しの茶葉を使ってます。あ、そうなんですね。ちょっと食べ応えがあるんで葉っぱとして。まあそうですね、そうですね、はい、いろいろですね。葉っぱは料理に合わせてつどつど使い分けをしてるんで。なるほどですね。例えばさっきのお塩、はい、が、うん、そう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 、お塩とかって簡単に皆さんがご自宅とか、まあ、料理人の皆様だったら多分いろいろあるんだろうけど、はい、なんか簡単に私たちでもできる方法とかがもしあれば、なんだろう、ここまでこう乾燥とかの方法とか、はい、乾燥とかしなくても、僕が好きなのは出がらしって割と味残ってるんで、塩まぶして塩漬けにしとくだけでもいろいろと使い道ありますね。食べやすいし、お茶の塩漬けです、単純に。おお、浅蒸しだったら葉っぱに戻るんでそのままパクって食べてもいいし、ご飯乗っけてもいいし、おにぎりの具に使ってもいいし、混ぜちゃってもいいし、はい、なるほどなるほど、いろいろやりようあると思います。なんかいろいろありますね。まだこれまだ序の口です。なんだろうなと思いました。今なんか入り口？失敗で腐ることありますからね。ああ、やっぱそうだ。お茶としてなんかお茶漬けとか、はい、そういういわゆるお茶の使い方で料理をやったりとかするんです。しますします。はい。お、お茶のテアニンって昆布のアミノ酸に近い植物由来の旨味成分じゃないですか。うん、昆布だしの代わりにだと思って使っちゃうことはありますね。この間うちでやったお茶料理勉強会でもお出ししましたけど、お茶のすまし汁、昆布使わずにお茶とかつおだしで吸い物になったりもしますし、かつお、僕はちっちゃいかつおだし入れるんですけど、僕は割とねお茶だけのだしで、お茶漬けの地を作ったりとか、地って汁ですね、作ったりとかしますね。調味料何も足さずに。調味料は足します。あと、お酒とみりんと薄口醤油と塩でちょっと味付けて。はい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 、はい。で、お出しする直前に一回湯煎か、まあめんどくさい時に鍋直接ですけど、80度、90度くらいまで沸かし直して、で、鯛の切り身かなんかご飯に乗っけといて、その上から熱いお茶をざっとかけてあげると。鯛の旨味とお茶の旨味が、今動物性と植物性の旨味が出るんで、2つってね、掛け合わせるとすごいって言いますよね。そうなんです。お茶の今のところのそのお茶漬けにおける弱点は、あまり高温にしきれないところ。高温にしないとその鯛の切り身からの出汁があんま出てこないんですよね。だからこれを出すために、どこまで温度、色を変えずに風味を飛ばさずに温度を上げられるかっていうのが今、なるほど、なるほど、すごいせめぎ合いがありそうですね。緑茶じゃなくて麦茶なんかも本当はね、お茶漬けに向いてるんですけど。あ、そうなんですね、うん、あれどこまで火入れしても味が飛ばないんで。はい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 、はい、なるほど。なんか俺今日久しぶりに料理人っぽいこと喋ってる。今何喋ってるんですか。いや、なんだろうね、いつも家族で話してると料理の話よりもなんかプロダクトとかセールスの話とか、あ、マーケティングとか。プロダクトの話はすごい僕興味がありますね。そのお茶プロダクト。あ、はいはい、はい。プロダクトってお茶のプロダクトの話。お茶のプロダクトも、はいはいはい、もちろん、はい。もう失敗作だらけで今ね、あ、すごいとこに、ね、はい、今あるんですよ。ん？知人、知ってる方、お世話になってる方に
手土産を渡しようと思って、一人いらっしゃらなかったんで、1個帰ってきちゃった。おしゃれなパッケージで、おしゃれな箱でしょ、はい、ね、今度は読まれるようにアルファベットでカーチャって書いてあるんだ、ね、かりやすい。藤井さん、あ、武藤さんのお茶ってこと。そう、藤井さんと茶畑、これすごいでしょ、うん、このデザインね、うちの弟がシャラシャラシャラって筆ペンで書いたやつなんですよ。へえー、センスある。センス、ね、こういう感じで、はい、ちょっと横向いちゃったけど、これは、はい、1個 100g の缶に 60g 入っていて、こんな感じですね、うん、あ、来た来た、これね、メインはね、僕のメインはこっちなんですよ。これ箱選べるようになってて、青もあるんですけどね、うん、こっちは5個缶5種類、うん、お茶が全部5種類 30g ずつ入ってて、はい、要はですね、うちお茶のメニューがあって気に入っていただくと、お茶の飲み比べしたがるんですよ、うん、今度はこっちのお茶でこういう味でとか、水出しにしたり熱く出したりいろんなことして楽しむんで、はいはい、うん、じゃあそれ家でやってみたいわと。ああ、けど 100g5 個あったらさ、ねえ、1個開けたら次開けたくないじゃないですか、ダメになっちゃうから。めっちゃわかります。で、小口がいいよってなって、うん、で小口にして販売始めたら入れ物困るっちゅうもんで、うん、でしょうがないから入れ物も用意して、で、これ飲み比べ缶を用意したら、置いたら、入れ方がわからんと。はいはい。メールなり電話なりかかってくるわけですよ。しょうがないから、書いたんですよ。へぇ、まあもちろん基本の入れ方はやるんですけど、細かいこう、入れ方のコツのテクニック。うんうんうん、をいろいろと、これね、お茶の先生からすると邪道なことも書いてあります。なるほど。で、一応それぞれの、これ山家さんの泡畑ね、一つのお茶に対してだいたい4パターンずつ、こっちも天竜水系で4パターンとかって、それぞれのお茶に合わせた入れ方をかける5種類書きました。おけど、なかなか伸び悩んでおります。うん。まあ、そのね、楽しみ方を楽しみたいっていう、はい、行くまでのね、そうなんですよね。ハードルがまずありますからね。僕が思うに、お茶だけじゃなくて、一つの良さを確かめるっていうか、こう納得するのに、比較っていうのは大きなキーワードだなと思ってる、うんうん。これはもう洋服であっても、車であっても、家でも、比較検討っていうのが一番最初に来るキーワードなので、はいはいはい、まあ、一般的にはヤブキタがあって朝露があって、違う茶葉に行くことが多かったり、うん、産地別になるんですけど、あえて僕は茶商さんの、うん、茶師さんの性格とかが前に出てきて、その人たちごとに味が違うんだよっていうのがあったら面白いんじゃないかなと思って。面白いですね、人ってことですもんね。そうなんですよ、うん、あんまね、その茶師さんのね、はい、によってどういう違いが出るかとか、うん、っていうのは結構お茶が好きな人でも全然知らない、そうなんですね、分野ね。皆さん品種とかはね、はい、なんとなくやっていけば、うんうん、あ、この品種こういう感じってわかるんですけど、うん、なるほど、茶師さんですね。人柄がね、本当にお茶に出るなと。ああ、まあ誰とは言えないですけど、とある茶商さんところの社長なんかもネクタイいつもこうピシッとされててね、メガネ黒びしろびってやって七三分けでこうピシッとされてるわけですよ。いかにも真面目だなと絶対この方真面目だよねって話す、絶対真面目なんですよ。そこ多分僕と森谷さん誰か分かってると、分かっちゃいました、分かっちゃったかもしれないですけど、はい、そこの方の会社のお茶はやっぱりもう真面目で余分なことじゃない、もうストレートにお茶の味出すっていうのがやっぱ出るんですよね、うん、でそれをお客様にお伝えするとものすごく喜ぶ。ああ、そうでしょうね、うん、で一方でこうこっちは火入れの釜がちょっ と昔からの古いの使って直火釜でやってて、職人さんが手でこんなになって煽ってるんですっていうと、そういう職人技のを楽しむ、うん、なんとなく顔はかなくてもなんとなくこう想像ができて、はいはいはい、っていうこう皮下の入れ方の違い、深蒸しのやり方の違いからもう全部性格が現れてくる。これ何に似てるかっていうと、僕ら料理人と一緒なんです。あ、なるほどですね。確かに料理人さんになると同じで、う
懐石とか和食でももう人によってものすごい性格出るなっていうのは分かりますよね、はい、こちらとしては。茶師さんってそうだと思うんですよ。なるほどですね。はい、だそれはもちろんブレンドっていうところもあるでしょうし、うん、仕上げっていうところでも、はい、やっぱその人の性格とか、はい、まあ、が出てくるということですね。あのそれがすごく顕著だなと思うのは、東京の大きなところで宇賀市名茶さんなんかだと、まあはい、あの現会長も今の社長も前社長ももうとにかくパッと明るくなる、気持ちが明るくなるお茶しかうちは取り扱わない、うん、こういうのやりたいんだ、見事にそのお茶屋さん宇賀市さんで扱ってるお茶に現れてますよね。なるほどですね。確かに、うん、そのどういう思いがあるかとか、どういう考え方かとか、なんかそういう、いいですね、そのまさにその比較ができる5つのラインナップっていう、はい、なんかでもこういう、ね、楽しみ方の提案って今後広まっていくと面白いですね、うん、そう面白いなと思うんですけど、いざプロダクトにしてみるといまいちね伸び悩むんですよ。であの買っていただいた方々のお話を聞くと、僕らの思いと情熱だけで面白いって買ってもらってるのでまだプロダクトの力というところまではたどり着いてないですね、はい、まだまだこれから要修正です。なるほど、はい、いやでもなんかいつかイベントでその5人が目の前にいて、なんか はい、それで飲むみたいなことを知りたいですね。それやるね。あでもオンラインでもいいですよね。オンラインですね。オンラインでもね。登場してもらって、はい、まずはうちのから行きましょうみたいな。あいいですね。ちょっと面白そうですね。ちょっとこれ企画しますか？やっちゃう。ちょっとあの今見てる人が希望するなら、はい、ちょっと私頑張ります。いいですね。意外と希望する人みんななんかしてください、ね、アクションください。コメント全然入ってないですけど大丈夫か。そうなんですよ、みんななんかアクションどんどんしてください。でもなんかその茶師の人の個性ね、はい、今話なんか先にこうイメージだけね出てもらって、うん、じゃあその5人が誰だみたいな話でね、答え合わせで面白いですね。それ面白いですね。僕を乗って、うんうん、なんかで皆さんそのお茶が目の前にあっておーみたいな、うん、なんかそういうのできたらちょっと面白いかもしれないです ね。オンラインでも全然いいと思います、うん、今の、ね、うん、あのね今の中でみんなでできる中でできると面白い、謎解きゲームみたいな感じで、そう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 、ね、ブラインドの5つが ABCDE があって、はいはい、でその一人一人がその答え合わせのこのオンラインでプレゼンをするんですよ、うんうん、僕はこういうお茶を作りたいみたいなのに言って、はい、そこでみんな当ててくみたいな。あいい、あそれいい、それいいですね。早く録画でも いけますよこれ。だから録画で流せば、そういうことね、うんうん、あのそういうイベントできますね。面白いね、この人たち面白いな。でもね、そういうことですよね、なんかこうみんなが、うん、でそのうんプロダクトを一緒に売りましょうかね、やりましょうか。なんか新しいバージョン茶歌舞伎みたいな、今 ね、なんか産地当てとか品種当てとか、はい、なんか割とそういうね茶歌舞伎多かったりするじゃないですか、うん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 、茶歌舞伎の説明が必要かな。茶歌舞伎ってお茶当てゲームみたいな昔からあるまあこれ話長くなっちゃうんで簡単に言うとゲームみたいな話なんですけど、まあお茶があってね、こうこれはあこの産地だとか、これはこの品種だとか、何番目に出てきたお茶だなんて言っていろいろみんなねやり方ってやってるけど、茶師当てゲームはまだ今まであんまり見たことないんで。いないでしょ、さすがに。さらにその武藤さんのその何ネクタイキュキュッとかなんかその人のなんかあのね性格の話も面白いんで。怒られちゃうんじゃないかな俺。いや怒られてくださいそこはもう。そこは怒られてください。はい、でも意外とお客様ってやっぱお料理目の前にしたら想像力、うん、そのやっぱストーリー聞いて、うん、あどういう方がこういうのこのね作物だったり、はい、そういうものをいろいろ作ってどういう手ねストーリーがあって今ここの目の前にあるんだなって思いながらやっぱ食べるっていうのは、うん、すごく価値のあると思うのだと思うので、はい、本当にお茶もそうねこう料理人の方たちを通していろいろこうつながっていってくれると本当に嬉しいなって思っていて、うん、そうなんですね。今回あの仕事人と食の仕事人と
静岡ジアのコラボやってるじゃないですか。はい。僕もぜひぜひこれ進めたいなと思うのは、あの料理ってなんでこの料理にしたのか、例えばお任せでちょっとなんか出してよとかね、僕ら懐石料理だと基本的に献立はもうこっちお任せでしか出せないので、うん、なんでこのチョイスにしたのか、なんでこの順番なのかっていうのがあって、うん、その思いをこう物を返してお客様が受け取って、ほうそうきたか、あこんな風に来るのねっていう、こういう楽しみがあると思ってるんですね。お茶もこう物を介在して思いがなんでこうしたのっていうのが伝わると、もっともっとね、あの受け取り手もより親近感が湧いてファンになってもらえるんじゃないかなっていう意味では、料理とお茶って相性のいい組み合わせなんじゃないかなというふうに思ってます。さらに言うと、入れても、うん、入れてによって味が違うんですよ。おっしゃる通り、はい。だから本当にそれも性格出ることもなんとなくあるんですよね、はい、いやだからこの思いとかね、うん、出るんですね、うん、今焼き物でちょっと香ばしいので肉が出てるんでちょっと渋めに入れてみましたよとかね、あ そういう感じでしょ、はい、そういうことですよね。そういうのあります、はい、ありがとうございます。もうちょっとそろそろもうあっという間に1時間経ってしまう。いやもう本当にそういう感じですね。もう本当お酒で1時間、料理で1時間、はい、そういうなんかプロダクト系で1時間いけますね。まだまだいけますね。これ対面だったら大変ですよ。何時間コース。ちゃいますよ。そうですね。ちょっとなんかまた面白くなるように。ね、さっきのお酒もね、まだまだなんか本当に入り口の触りの部分だったんで、はい、なんかお茶とお酒もなんていうんですか、お茶もね種類もあって製造方法もあって、うん、いろんなお茶がある中で、さらにお茶もあごめんなさいお酒もすごいいろいろね、はい、ジャンルだけじゃなくてあるっていう話の今入り口だったので、はい、そこの掛け合わせの妙っていうのをまたちょっと改めてね聞けると、お酒好きの人はすごい楽しいかもしれない。僕もね、あの皆さんのアイデアを教えてもらいたいです。もう一人でできるのは限界があるんで、やっぱり、うん、そうです。どんどんシェアしてってね、本当に緑のドリンクで日本中が溢れるような、いいですね。そうですね、なんかそこを目指してちょっとまた企画させていただけると楽しいです、はい、ぜひぜひ。 ね、見てくださってる、あなんかあの23これは抹茶オーガニックジャパンの田村さん、ありがとうございます。コメントくださってます。探求心くすぐられますね。生産者だったら何でも楽しくできるはずってくれてます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい嬉しい。ね、本当になんか生産者もあのね、多分可能性がすごい広がって楽しく、なんかみんなでこうクロスして、いろんなところでクロスして、なんか輪が広がってって、それがまた消費者の方たちがそこに入ってきて、もっとみんなでこう輪を大きくして楽しんで、なんかファンっていうファンを増やしながら仲間を増やしながらっていうことが広がっていくとすごい楽しいなって、ワクワクするなって思います。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。静岡茶屋がいるんで、よろしくお願いします。そうなんです。バックに本当に90店舗の静岡茶屋が私の味方についてくださってるので。すごいですね、90店舗。いや、本当に、あの、これ本当に皆さん、あの、私からの声かけっていうのもあったりもするんですけど、あの、なんていうんですか、自己申告制なんですよね。はい。なので、あの、どんどんみんな仲間になろうよって思ってます。はい。っていうちょっとね、静岡ちゃんのちょっとお知らせしちゃいましたが、ちょっとここでですね、ごめんなさい、ちょっと、はい、せっかくなので今武藤さんのやっている活動をちょっとご紹介できたらなと思いますが、よろしいですか、はい、武藤さん、はい、はい、いいですか、ちょっと、画面を共有しますね。そう、武藤さんもいろいろこうお茶かける何々っていう、今はちょっとこうね、向こうじゃさんじゃないじゃないですか。
え？それ岡部さんのやつ。ああ、私なんて言ってました。武藤さんって言ってた。うん、あ、そうそう、岡部さん、岡部さん。俺か。よかった。びっくりしちゃう。何のこと？何のことですよね。すいません、すいません。そうなんで、あの岡部さんのね活動とかもちょっとご紹介できたらななんて思ってて。ありがとうございます。今あのこの右上の QR コードですね。あのここから飛べるようには一応させていただいたんですけど、ちょっとこの活動の紹介だけせっかくなんで岡部さんしていただいていいですか。ありがとうございます。7人のチャムライという活動をやってまして、まあ、これ何かというと、今年の4月にコロナで結構お茶業界いろいろ大変だっていう情報がたくさん入ってきて、まあいろんなその7人のそれぞれ専門の違うお茶のプロフェッショナルが集まって、まあ、日本茶インストラクターもいれば茶道家もいれば和菓子職人もいればとか、いろんな、まあ、その7人が集まって、とにかく何かお茶業界を盛り上げていこうっていうので、でクラウドファンディングに今チャレンジをしていて、で以前1個チャレンジしてもそれも成功して、今はそのお茶を食べる文化を作るっていう、まあ、茶葉の可能性をまさに今日のトピックと同じで、あの広げる意味合いが強いんですけれど、まあ、そのお茶って飲むと、お湯で飲んでもその茶葉の栄養の 2,3 割しか摂取できないんですけど、残りの7割は食べることによって摂取できて、まあ、このコロナの時代でやっぱお茶って健康にいいし免疫にもいいから、なんかこれをお茶を食べるっていうカルチャーがもっと広がったらお茶の可能性も広がるなと思っていて、静岡県浜松市 のラトリエ店舗さんっていう素晴らしいパン屋さんと今コラボをして、まあ、お茶の茶葉を練り込んだパンっていうのを開発するっていうクラウドファンディングに今チャレンジ中でして、まあすでにもう達成はしてるんですけど、まだまだあのリターンとして皆さんにパンをお届けしたいので、ぜひあのご興味、パンが好きな人、そして健康的なライフスタイルとかに興味がある方はぜひあのチェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、私はもう本当にこのパンとお茶、うん、ちょっとね皆さん入ってこうあのクラウドファンディング入ってもらうと分かるんですけど、前回出ていただいた秋山さんのお茶が出てきたりとか、もうこれ茶畑でパンとお茶でちょっとこうみんなでほっこり ひなたぼっこしながらできたら最高だなって思ってます。ぜひ皆さんあのここの QR コードから見ていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。今回は天茶と黒ウーロン茶にチャレンジします。おお、いいじゃないですか、はい、すごいですね。またちょっと生葉とは違う魅力があると思うんで、はい、またそういう話したいですね、はい、あ、ぜひぜひ、本当に好きないですねお茶だけ で、ありがとうございます。そしてもう一つちょっと私の方からあのお知らせがあります、はい、ご存知の方も静岡の方でしたらちょっとこう、あ、ごめんなさい、ちょっと増えてきているのではないかと思うんですけども、今静大生がこのコロナの中で、自分たちをこう、よさこいチームっていうのがあるんですけども、あのお茶の子さいさいというですね、このチームが、コロナでこういろんなイベント類が、なくなってしまったところで、ただ自分たちをどこで表現していくかっていうところですごい多分悩んでっていうところだったと思うんですけど、たまたま今年、テーマがお茶だったという、毎年違うみたいなんですけど、たまたま今年テーマがお茶だったというところで、彼らがいろんな産地ですとか、まあ、お茶屋さん、さらにあのいろんな車の会社だったりいろんな異業種のいろんなところを自分たちの足で回って、産地でよさこいを披露してくださいました。でそれを動画で自分たちで編集をしてっていう形で、15日にですね PV が、公開になりました。で、彼ら本来なら、今週末ですね披露の場があったんですけども、そこもちょっと今の状況と合わせて、
あの自分たちだけでっていうことだったので、それもあの動画配信を、今週末にするということだったので、ぜひあのここの QR コードのところからですね、彼ら の, あの YouTube チャンネルに飛べますので、見て応援していただけたらと思います。彼ら無謀にも、1000万回数の再生回数を目指しておりますので、ぜひ繰り返しみんな見ていただいて、さらに広げてこう茶業界に元気と勇気を与えてくれた彼らを応援していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お時間ごめんなさい、頂戴してありがとうございました。ということで武藤さん、はい、岡部さん、ありがとうございます。8時となりました。まだまだちょっとお話、ね、本当にこう1時間早いですね。全然尽きない。あれ武藤さん2杯目行ってますか？あ、気のせいですね。まだまだちょっとお話本当に尽きないところなんですけども、あ、皆さんすいません、あのすごいコメントもいただいてて嬉しい。あ、お茶パンにも反応いただいてて、エキゾチックジャパンですね。はい、オーカーさんですかね、すごいいい笑顔とか言ってくださってたり、田村さん、なんかゴールドの旗を、静岡時代のゴールドの旗をなんて言ってありますか、この白黒推しだったんですけど、ゴールドか、なんかあれですね、ショーみたいですね、なんかそんなミシュラン三つ星みたいなことも言ってくださってます。いいですね、お茶業界のあれですね、星三つみたいな。嬉しいですね、そういうこと、ね、本当におっしゃっていただくと、はい、あ、お母さん、静岡茶もっと勉強したいですって、嬉しい。もう私もまだまだ勉強中なんで、一緒に楽しく勉強していきましょう。ありがとうございます、嬉しいです、コメント。拓郎さんから、お茶のブログも立ち上げ中なのでご期待くださいということで、武藤さん、なんかまだ新たな進みがありそうですね。今日は本当に武藤さんと岡部さん、ありがとうございました。そしてね、聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。そろそろお時間なので、このあたりでというところで、そしてですね、第1回目、茶箱の岡部さんと富士秋山への秋山さん、の対談を今日 YouTube へアップしました。やっとです、いません、1ヶ月かかりました。URL はこの後静岡グリーンティーガイドの Facebook ページ、などですね、で広めていきますので、ぜひ見逃してしまった方っていう方もね、見ていただけたら嬉しいです。そして今日の、この武藤さんと岡部さんの対談もですね、後日 YouTube へアップしていきますので、ぜひもう一回ちょっとさっきのここ聞き逃しちゃった